え続くお二人目の新任教員として、えー、グリーンケミストリーを専門とされている斉藤圭先生よろしくお願いいたします。はいえ映、ー、ってますでしょうか。はいえ映、ー、っておりますよろしくお願いします。はい、はい、えー、皆さんよろしくお願いします斉藤と言います斉藤圭と言います。えー、本日はですねまあ、あの自分の自己紹介と。 どんなことをやってるか、で、どんなことが、え、総合製造学館に入ったらできるか、というのをちょっと説明させていただきたいと思います。簡単な自己紹介ですけども、えー、まあ、すごく簡単に言うと、ずっと海外にほぼいました。え、博士を取った後ですね、アメリカに渡り、え、その後オーストラリアのモナッシュ大学というところにいまして、え、そこで研究室の方を持ってまして、え、今回、 10月ですね、えー、つい1か月ほど前に、えー、この総合製造学館の方に教授として、えー、着任いたしました。で、まあ、オーストラリアとモナシ大学というのはどこにあるか、ちょっとご存じない方が多いと思うんですが、あのオーストラリアのメルボルンにございます。ちょっとこれ切れちゃってるんですけど、あのメルボルンというのはあの、あれですね、土着で南極に近いところでして、まあ、四季がある、まあ、かなり住みやすいところなんですが、まあ、そこで、えー、研究室の方を13年ほど持っていました。 まあこの左上の写真がまあ一番最初の初期で、えー、これがまああのこっちに来る直前ぐらいですね。えー、まあちょっと見た目が若いんで、えー、頑張ってひげを伸ばして、ちょっと先生っぽく見えるようにえやったりしてましたね。で今もそれを続けています。で、どのようなことをやりたいかといいますと、まあえー、科学知識、特にですね、科学、まあ、僕、ケミスト、科学者なんですけども、科学者というとですね、どうしてもなんかこの環境に悪いことをしているんじゃないかと。 思われることが非常に多いですよもう実際世の中の全ての物質や、まあ、ありとあらゆる、まあ、材料、物質、まあ、製品等は実は科学の力で作られていまして、えー、科学を知ることっていうのは実は逆に環境問題を解決できる、まあ、環境問題に、まあ、立ち向かえる、まあ、ツールになりうるですね科学知識というのは、まあ、それはケ、えー、ミストリーだけじゃなくてフィジックスでも何でも大きな意味でのサイエンスも含めて そのような知識というのも環境問題に立ち向かえるということです。特に近年、サーキュラーエコノミーというものが注目されてまして、サーキュラーエコノミーというのはですね、循環型経済、まあ、従来破棄されていたもの、まあ、要するにゴミですよね、それをさらに資源として再利用できないかということで、まあ、それをリサイクルシステムビジネスに取り入れることで、 環境にも経済にも持続可能性を持た,れる、まあ、持たせる新しい経済活動を作り出そうということです。まあ、今までは要するに、まあ、作ったものを製品にしていただけなんですが、それをさらに作られた製品をさらに元に戻そう、さらに再利用しようという考えがこのサーキュラーエコノミーになります。じゃあこのサーキュラーエコノミーというものを進めていく中でどのような知識が必要かと。 ということなんですが、まあ、あの先ほどご説明しましたように、実は物とか材料とか製品というのは科学の力で作られていますから、それのことを実は理解した方がいいとか、理解し,しなくてはならないということで、まあ、このグリーンケミストリーという新しい概念が生まれました。えグリーンケミストリーというのはです、ね、環境に優しい科学というふうに言い換えられますが、日本語ではですね、えまあ、あの物や材料を作るときに、 環境に配慮してものを作ろうというような概念です。今まではですねどちらかというとこの廃棄物からまあ毒性の高いものやまあ処理をしてできる限り世の中にまあ危険物や毒性のあるものをまあ広げないことを目指してクリーンテクノロジーが進められてたんですけども、まあ、新しいこのグリーンケミストリーというのはもう作るときにそういう環境に悪いものを使わなければ。 作った後からも世の中に排出する必要がないだろうと要するにそういう処理も必要ない毒も何も世の中に悪いものは出さないということができるんじゃないかというような概念ですえ実際まあ,あの簡単に説明しますとまあ製品例えばまあプラスチックとか太陽電池とか、まあ、皆さんが使われている携帯電話とか薬とかいろいろあるんですけどもそういうものが環境に悪いかいいか っていうのを調べることはもう当然当たり前の世の中になってます。で、実際そういうことをする方っていうのは結構いらっしゃいますよね。あの、この製品はもう体には毒性がないとか、これはあまりか環境に悪くないとか、例えば、まあ,あの、性分解性プラスチックというものがあるんですけども、そちらは土に帰るプラスチックということで、まあ、今プラスチック問題が、プラスチックゴム問題が大きな問題になってますけど、そのプラスチックのが、まあ、土に埋めとくとバラバラになって土に帰ってくれると。 日酸化炭素の水になってくれるという、まあそういうふうに環境に製品ということで、まあ、あの作られています。ただ実際その成分改善プラスチックがどうやって作られているかというのが実は結構大事でして、えー、でもそれっていうのは実はこの科学を知ってる人しか分からないんですよね。で、実際その作られ方っていうのが非常に環境に悪ければ、例えばその土にかえるプラスチックを作るのに山ほどの石油を使ってたりとか、 すっごい毒性が高いものを使っていたりとかすると、本当にトータルで見たらそれが環境にいいのか実は環境に良くないんじゃないかというような議論が、その作り方を分かればすることができます。実際、成分解析プラスチックの中では環境にいいものがあれば悪いものも実際いろいろあるんですね。では、すべてがすべて製品が環境にいいからといって、トータルで見たら環境にいいわけじゃないということなんです。ですので、この作り方をよく見ていこうというのが、このグリーンケミストリーという概念ですね。 でまあ、ちょっと軽くですけど、どんなことを自分がやってるかっていうのを説明させていただくと、まあ、あのまあ、先ほどのつながつなぎまあ、つながりますよ海洋プラスチック、プラスチック問題、まあ、やはり世の中、ゴミが溢れているということがありまして、それをサーキュラーエコノミーでうまくリサイクルできないかというような研究もしてます。で、もともとそのプラスチックって何なのかというと、まあ、これはあの、 総合製造学科に入ってですねあの科学の、自分の科学の授業を聞いていただければ、本当に基礎から、特に自分は文系の方にもこういう分かりやすく科学を教えたいということがありますので、ぜひ参加していただいて、聞いていただきたいんですけども、まあ、科学の知識をもうすでにお持ちの方は当然、あのウェルカムなんですが、そうじゃない方でも基礎からぜひ行く。 教えていきたいと思っているんですが、プラスチックというのは実はですねあの鎖状のものをの化学物質のことを言います。えー、まあちっちゃいものがたくさん鎖みたいにつながったものなんですね。で、これをですね、まあ、あの本当の意味でのリサイクルしようとすると、鎖を1個1個取ってですね元に戻さなきゃいけないんですね。要するにもうつながってるものを1個1個このハサミみたいに切らなきゃいけないんです。それっていうのは実はすごいエネルギーが必要ですごく大変なんでリサイクルっていうのは実はプラスチックって非常にしづらい。 とということがありますでそれを簡単にできないかみたいな研究をしてまして、まあえー、これちょっと英語で書いてますけどあの可逆ポリマーって僕らの専門用語ではいいんですが、まあ、鎖状のものをですね一個一個このすごいガチガチにくっつけてしまうからバラバラにするのが大変なのであってマジックテープみたいなもの、まあ、英語だとベルクロって言うんですけどマジックテープみたいなものでこの一個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 ,一個つなげてやればでこうやって鎖を作ってやればこれがプラスチックになれば マジックテープみたいなものなので、また簡単に元に戻すことができるんじゃないかみたいな研究をし,たしています。まあこれちょっと科学的なものになりますけど、このような光を使ってですね、えー、新しい鎖を作って、光を使うことによってその鎖をバラバラにするみたいなこの光でリサイクルが簡単にできるようなプラスチックみたいなものを作ったりしています。あとはまあ、それの応用なんですけど、これは傷が治るプラスチックというのもやってまして、 皆さん、あの、携帯電話とか、例えばメガネとか、こう傷ついちゃったら、うわもう使えないみたいになってしまうかもしれませんけど、実際それが勝手に治ってくれれば、人間の、まあ、傷のように、怪我したら勝手に治ってくれれば、さらに長く使うことができますよね。まあ、これは実際、ゴミを作らないというか、製品の寿命を伸ばすという研究なんですけども、まあ、傷が勝手に治る。まあ、この場合は光を当てると治るというような研究をしてるんですけども、まあ、これ、まあ、あの、 大きな、えーまあ、クラックというか、まあ、このひびが入ったものがきれいに治ると、あとは、まあ、切ったものもまたくっつくみたいな研究ですね。あとは、まあ、木材、実際自然界にあるものを使ってプラスチックを作ろうみたいな研究もしてまして、えー、木材っていうのはこの茶色いんですけど、茶色いところはリグニンというもので実はありまして、そちらのもので、まあ、なんかプラスチックが作れないかなみたいなこともやっています。 まあ以上なんですが大きくまあ研究テーマいろいろありまして特にえあの総合製造学館というのは分離融合研究ができるという素晴らしいところですのでえまあ理系の知識を持って環境文系の視点から環境問題にまあ立ち向かうような分離融合研究ですねえまあ環境問題を今後考えていくきにちょっとは理系の知識があった方が当然 広い視点で見れますので、そういう意味で分離融合の知識を持って環境問題に立ち向かう。あとはまあリサイクルが簡単な材料を作るとかですね、自然由来なものから材料を作る。特にあとは海洋プラスチック、非常に最近問題になってますから、そちらの海洋プラスチックの解決策を考える。あとはグリーンケミストリー、ケミストリーで、まあ、今回あの自分が説明したこのサーキュライコモディはグリーンケミストリーというものをより教育、特に子どもたちの教育にまあ入,れ、まあ、入れていくというような研究。 あとは、まあ、昆虫の資源化というのも実は始めようとしてまして実際将来のこの食料危機等を考えたときに昆虫というのは非常に大事なものだというふうに最近捉えられてまして昆虫を食,、まあ、食料にするまたは昆虫から何か新しいものを材料を作るみたいなことをやろうと思っています。 で実際、あのうちの総合製造学館の入試にはですね、えー、先生とのコンタクトをまずしていただくということになってますので、えー、もし自分の研究とかですね、特にえ少し環境問題等に興味ある場合はですね、ぜひ自分の方に連絡をいただければと思います。えー、ちょっとあの最初の研究会という説明がありましたが、そのところにこのグリーンケミストレスサ,サーキュラーエコノミー研究会が入ってませんでしたが、それはえ来年から。 自分が発まあ実際も発足してるんですけどもこちらの方で研究会の方を主催していこうと思っております関連する SDG はこちらのようになります、えー、駆け足でしたが以上になりますぜひ皆さんお待ちしてます斉藤先生ありがとうございました。